NAB48 国際化計画、イエーイ。 NAB48 は世界を目指していこうということで、世界中の皆さんが見ているこの YouTube で英語の実力を見せていこうという企画です。 NAB48 のメンバーはアホばっかりやってるのでなんでよ、見せつけてやりましょう、イエイ。はい、はい、で何をやるかというと、むちゃくちゃ簡単です。英単語に答えるだけです。中学生レベルの単語が出題されるので、まあ全員正解するでしょうね。うどんパワーで頑張れのぴょん様、それでは問題お願いします。ジョーちゃん以外はみんな高校卒業してるから、はい、ね。スマホを英語で正式に書きます。無理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 、シリアス。待って待って、スマホってローマ字じゃないの？え、スマホってどういうことですか？どういうこと？携帯ってことですか？じゃなくて、違う違う違う、スマホです。あ、わかったわかったわかった、スマホって書けばいいの？違う、これ、あ、わかった、何何何、これをあれやんね、これをあれや、よく携帯で言うじゃないですか、これ略して、略してない、これ言いますよね、よく言うやつです、多分略してないやつ、あー、うん、多分あ、でも大丈夫ですか、もうとりあえずやり書きましょう、書けるか分からへん、はい、皆さん書いてくださいね、知らんねんけど、まあちょっとそれはもう頑張ってください。え、アホ待ってるか分からへんけど、どうしよう。え、スマートフォンで英語で書くの？めっちゃできる願いだ。これで合ってるのかな？ちゃんと続いてあった。待って、まずこれで、これですら合ってるかも分からへん。え、みんな書きましたか？はい。じゃあ。大丈夫。しろんしろん。完璧やった。みんな一斉に出しましょう。あ、待って、ゆきつんの生まれた。いいよ。いけました？いきますよ。せーの。ガーン！いや、あやって今それ違うよ、あやって今は違うよ、あれそれ iPhone やから、それ iPhone やから、これで合ってんの？え、待って、違うの？ねらぴょん、これしかも S 逆じゃない？どれこれ、え、なんで合ってるの？合ってるの？ってのえ、どういうこと？なに、ゆきつ、スマートフォンやんな、スマートフォンやんな、え、そういう意味？あ、そういう意味ね、あ、逆やん、え、あと間違ってる、え、待って、これ何？S 逆やから、たぶん、ゆきゆきさんが合ってる、マジ？あ、こっちかな、え、あ、こっちが合ってる、え、これやろ、あ、夏リンク、え、これで S が逆です、え、ちょ、正しい S が分からへんもん、 S じゃないぞ、ね、みんな、今踏んといて、 S、 え、でも可能性としては、夏とゆきつ、うん、多分こっちっぽい、夏リンっぽいぽいですね、うん、答え、じゃあしますか、お願いします、はい、すまん、どん、お、え、合ってる、お、お、よかったです、イエーイ、すごい、やばい、めっちゃ惜しいやん、まず、それ S じゃないですからね、え、S、 S ほら、こっちやって、待って待って、バカか、こっちか、バカやあ、そうやん、私ずっと S こっちで書いてる、それやん、よかった、お勉強になった、大丈夫ですかね、はい、うん、正解はスマートフォンです、というわけで、はい、以上 NAB48 国際化計画でした、イエーイ、バイバイ。